ゴーカーチャンネル。はい、アウディの S4 です。まあもう基本的なところは A4 と同じですから、 A4 の動画をご覧いただきたいなというふうに思うんですけれども、今ここのサイドの部分がこう赤く光りましたが、これは、車が来ている時にですね、ドアを開けると危ないですよという警告で、赤く光るようになっているんだそうです。まあナビゲーションもこうなっていますし、この車はバーチャルコクピットということで、今これタコメーターが中心になっていますが、他の A4 と同じようにですね、このようにスピードメーターと、タコメーターを小さくすることもできます。で、もちろんナビゲーションをここに表示することも可能です。こういったところが特徴的ですね。で、エアコンはこの3ゾーンって書いてありますが、運転席と助手席、それから後席の3ゾーンになっています。で、これをこう軽く触れますと、今どれぐらいの風量かっていうのは今こう出ましたね。で、押せばこう変えられるんですが、こういう風になっています。で、オートが良ければこうオートをこう押せばいいわけですけれども、こんな風になっています。で、シフトレバーもこの電気式のもの。もうこのあたりは A4 とほぼというかほぼ同じですね。なっています。そういう印象です。ステアリングはやっぱりこの S モデルのこうロゴが入っていたりして、ちょっとスポーティーな印象となっています。まあ、細かいお話は A4 のところで随分しましたから、まあ、これぐらいにしたいと思います。じゃあ今からこの車に乗って、実際にどんな走りなのかっていうのを見ていきましょう。はい、オートプラネット名古屋で販売されている車で、私が気になった車を紹介するプラチョイのコーナーですけれども、今回はこの車ですね、フォルクスワーゲンのザ・ビートルです。この黄色がいいじゃないですかね。このザ・ビートル、ゴルフ6をベースに、作られた、まあ、デザインがもう最重視された車で、実用性はそれほどない車ですけれども、やっぱビートルっていうとなんかこの黄色いのが私個人的になんかイメージとしてあるので、この黄色がとてもいいなと思います。インテリアも黄色になってたりして、とてもいいなというふうに思ってるんですが、まあ、このビートルもついに生産が終わるというアナウンスがありました。で、まあ、こういうファニーなデザインのですね、車っていうのは今後、まあ、数が少なくなっちゃうっていうのも残念ですけれども、まあまあ今なら中古車でお値打ちに買えるタイミングになりました。今回ご紹介したのはこのフォルクスワーゲンザ・ビートルのデザイン、レザーパッケージでした。